はい、皆さんこんにちは。ゆなでーす。坂です。エイティブログでーす。ちょっと風が強いけど、ちゃんと聞こえるかわからないです。今日は知多半島に来てます。まあ、名古屋から近いし、私はまだ行ったことないし、今初めに来たのは一番てっぺんにある花広場。夏だからひまわりが見えるところ。そうだね、なんかひまわり広場みたいになってたよね。早速見に行きます。行きたいと思います。花畑に着きました。花畑じゃないの、花にひまわり、ひまわり畑。みんなあっちに向いてるけど反対。分かった、なんであっち向いてるか。太陽に向かって行くでしょ。そうだね、下向いてるやつもいるよ。これはなんかなんかちょっと今日気分が寂しい。そうそう、冴えないのかな。そうそう、まだ朝だから眠たいんかな、みんな。朝みたいに、さすがに朝からこうびっしり前向けないでしょ。そうかな。こいつとかだってもう相当眠たいよ。太陽あっちなのにさ、俺ちょっともうちょっと寝るわって言ってるめっちゃ綺麗だよ。今角を曲がったらみんなここに向けるからめっちゃ綺麗。花畑に入ってみる。おお、めっちゃいい感じ。失礼します。おい、ひまわりを殺さないでね。殺してないよ。よいしょ。でもすごいよ。すごいね、ひまわりの海の中に潜ったよ。うわー、めっちゃいい感じ。ハサミを貸してくれたら 2,3 本を取るよ。いや、いや、行くよじゃないよ。行くよじゃねえぞ、死ぬよ。でもあんまでかいの取ったら持って帰るのちょっと大変だから。そうだね、可愛いやつを取ろう。これみたいなやつ。これよ、なんか注文の多い男だね。このやつはどう？これ、なんか包みすぎ。あ、綺麗じゃん。私の新しい友達。レナがひまわりの命を殺します。おい、その言い方はやだ。あ、綺麗じゃん。次のスポットに着きました。これハーブファームとかだ。そう、エコカフェ&ガーデンって書いてある。ハーブファーム。おお、雰囲気がいいね。はい、有名なのが、あの料理はガレットで、あとハーブティーがいくつかの種類があって、コップもめちゃくちゃ可愛い。ここめちゃくちゃゆっくりできるからめちゃくちゃいい。そうね。で、外を見ると雨が降ってきちゃいました。今日一日中晴れだったわね。予報だと。あれだよ、名古屋の天気予報と下の天気予報なんか全然違うみたい。やばい、道走るね。山の中には突入したい。なんかね、このちゃんとになってすごいんだ。ノーマ灯台。あ、ノーマ灯台なんだ、ここ。金がある。それ流せばいいんじゃない今。オッケー。絆の金だって。
絆ボンド、はい。カツオンって言ったよ。そういうことだよ。俺たちの相性はそういうことだよ。ちゃんとならない。全然できない。聞けばいいんだよ。聞けば。聞く。うるさ。びっくりした。次のスポット着いたのが森田アジの里。雰囲気がめちゃくちゃいいよね。うん、味噌でしょ。味噌蔵でしょ。味噌と鮭と醤油とかいろいろ作ってる。ここにその森田の家族のメモリアルホールがあるんだけど、ソニー株式会社の創業者の森田昭夫さんです。長い歴史のある森田の家族がこちらでなんか鮭とかお酢とかいろいろ作ってる上で、ソニー、世界中に有名なソニーという会社を作った。だからいろんな有名な人が当てたね。そう、なんかマイクル・ジャクソンとかビル・クリントンとか。レナさん、何を買いましたか？ソフトクリームを買いました。でもこれ普通のソフトクリームじゃなくて醤油のソフトクリームです。ちょっとしょっぱい。なんかあんまりエクスペクテーションが低い。食べます。うん、醤油味はする。でも美味しいよ。ソフトを食べて次に向かいたいところに行って、常滑にあるカフェ40組待ちで諦めた。で次に行きたかったのがクラフトビールのお店、それが3時に閉まっちゃった。なので、あ、ミニストップある。やったね。よかったね。そうだね、本当だったらね、そのかき氷のデザート食べて下のブリューイングビール飲んで帰る予定だったけど、うん、混んでたり閉まってたりしたから、とりあえずでもあそこにさ、ミニストップがある。はい、ミニストップ、はいはい。ミニストップがあるからパフェが食べれる。もう動画はここで終わりで、はい、俺はミニストップでパフェを食べる。もうタカはミニストップ、ミニストップパフェ中毒だよ、やばいよ。あれだよ、ミニストップの案件お待ちしてます。知多半島が面白いなーと思ってた方が、ぜひいいねボタン押してください。お願いします。まだチャンネル登録してない人も、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでミニストップ寄ります。寄るので、この動画をここで終わりにします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。